ゲン、ゲン、目合わせてくれよ。ゲンちゃん、はい、はい。と、と、はいで。よいしょ。さあ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 、どう？新しい人工芝。映っとるんかな、これ。暗いけど。今回はちょっと張り方を変えてみました。はい。あれで、行くよ。はい、5。え、さくら5。さくら5。5。あ、普通に行くな。はい、5。しかも引っ張る。あれ、止まっちゃった。どうしたの？はい、行けって。あ、足か。足絡まってた。ごめん。そうか、やっぱ外見えんようにするか。あ、監督さんがまだおる。調整しとる。で、おしっこしんどいてよ、頼むで。まだ。あ、これ滑らんな。さくら、はいで。横から乗りそう。あ、これ全然普通に。はい、さくら、ちょっと補強するか。さくら、はい。こっち、はい。あれ？環境変わるとね、体調崩す可能性があるで、怖いわ。なんか見えるな。さすがに、汚いな、しまった。なんとかなるかな、でも。コロちゃん、ちょっとそこずっと映ってるよ。よし、よし、
これどうやって寝よう。どこにこれを置く。配置したか忘れた。大変お付き合いいただきありがとうございます。この引き出しもついててパンツも入れる。よし、何やこれ、なんかついてる。毛がついてた。あ、違う、あるのよだれや、これ。あーちゃんよだれつけた。よし、寒いぐらいな、ここ開けとくと。やな、実際60cm、今の部屋より60cm 広いだけやもんな、これね、横に。ただトイレとかお風呂の分が広くなってるので、だいぶ広く感じます。もう行く、おしっこしたよな。ちょっと手だけ洗ってくるわ。